はい、こんにちは。今日はこんな感じの風景を描こうと思ってるんですけど、ですね、実はこの動画の5分12秒あたりで一旦この絵完成させるんですけどもね、どうも絵が止まってしまってる印象が僕の中であって、ちょっと分かりやすく言うと、ちょっとね丁寧に描きすぎたかなというところがありましてですね、ちょっと5分12秒あたりからまた大幅に修正してます。これ描き進めていくと、見てもらえると分かると思うんですけど、あとサンプル画像からも分かると思うんですけど、船の下あたり、水に浮かんでる木とか葦の枯れ葉とか、流木みたいなもんですね。それがねこの船の周りに積み重なっているんですけど、それをちょっとね細かく描いてしまったんですね。でどうも全体のイメージがイラストのような感じになってしまったので、なんか全然動きも何もないし、静寂な感じの絵ではあるんですけども、空気感というかね、なんか全然面白くないなと思って描き直してます。その描き直す前と描き直した後の違いがどんだけ違うのかっていうのは、この個人のいろいろ描き直す前の方がいいよっていう方も多分おられると思うし、書き直した方がやっぱ良かったですねという方もおられるし、いろいろ意見はあると思うんですけども、僕の中ではね、先ほども言いましたようにちょっと止まった感じ、イラストっぽいっていうのがちょっと強く出てしまったので修正しました。そんな感じです。じゃあ、全体としては今日9分ぐらいの動画ですので、多分すぐ終わります。このまま見続けてもらっても構いませんし、その5分12秒に飛んでもらっても構いません。ちょっと一度見てやってください。じゃあよろしくお願いします。